岩田坂駅は、岐阜県岐阜市岩田にあった名古屋鉄道美野町線の駅。1957年に開業した新しい駅である。2005年4月1日をもって、美野町線と共に廃止された。国道156号に沿う専用軌道の北側に、一面一線の短式ホームを持っていた。岐阜市北東部の丘陵地帯を越える峠の頂点に位置し、 簡単な屋根のついたベンチがあるのみの駅であった。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、いび、谷組線の85年郷土出版社、1997年、183ページ。 ISBN4 から876700974。岐阜のちん電車岐阜市内線と美濃町、いび、谷組線の85年郷土出版社。1997年。219から230ページ。ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年市名古屋鉄道。1994年。 880ページ。今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年、51から52ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふ 名古屋鉄道路線略図、ありがとうございます。